埼玉県、はたら軍の範囲はたら軍は、埼玉県にあった軍。現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。範囲が広いため教育を示す。はたらの読みは、はだったが、中世以後、はたらと読まれることが多くなり、明治以後は、完全に、はたらとなった。武蔵国の利根川と荒川に挟まれ、東の埼玉軍に続く、はたら軍は、 和名省によれば75514度という北、武蔵最大規模の軍であった。軍の中心部分は、軍の南西部の大地地帯で、串引き大地と荒川線上地とが折り重なる地帯で、ある。中でも、大地の北側、軍側との確認された深谷市東方、熊谷市西別府を中心に、西の深谷市原郷から、東の熊谷市中ならあたりまでが、中心地帯だったと思われ、中ならでは、 和道年間に大量の優先があり600余町の壮大な水田を造成させたといい、西別府西新遺跡からは近年まで湧き水が確認され、隣接の別府沼を形成して、付近の広大な水田の水源となっていた歴史があり、深谷市元凶根岸沼は今は地名のみ残るが、これも数十年前まではき水が確認され、別府沼と同様のことが想定されている。 これらの水源は荒川の伏流水である。軍名は元来原であったが、その後、はたらに改められた。713年5月、紀内七道諸国軍合名には工事を用いることが命じられた。またこの命令を反映したものとみられる、演技式民部省式の規定にも、軍や里の名には二次の仮名をつけることが決められていた。これらの制度を受け、奈良時代以降は、 はた、らのみやびな漢字を当て、はたら軍と称したものと見られる。和名称に、はらとあるように、古代においては、読みは、はたらではなく、元来通り、はらであった。軍が後から出土した、平安時代初期頃のものと見られる遺物には、元軍の表記も見られ、欧州多賀城跡から出土した木管に見られる、通り正式には、はたらの表記となっていたものの、なお軍域では、 腹の字を用いたこともあったようである。中世以後、漢字表記に引かれる形で、はたらの読みが広がり、明治時代以後は完全に、はたらとなり、現在の地名の読み方に至っている。ガートは2001年に発見された新しい遺跡で、保存状態が良く規模も大きく、全国のガートの中でも非常に貴重なものであるとされる。 軍が後の東に隣接する西別府ジアトと共に、7から11世紀にかけての働軍の歴史を知る、重要な史跡である。関連氏族としては、欧州多賀城跡から出土した木管に、武蔵区に働軍米ごと、武良史行部湖、大道4年10月とあり、大阪部市の何らかの関連があった。京部は、第19代、陰行天皇の記載の押し坂の大中津姫の、 五名大部として設置された部民。また、演起式内社の白髪神社は、吉田東語によれば、軍が近くに存在し、白髪部の関与が想定される。白髪部は、第22代、青年天皇の五名大部の部民。青年天皇は、押坂の大中津姫の孫にあたる。多賀城に、働軍から米が贈られたのは、大道四年。 演技式神明帳には4社が記載されている。成田市系図によれば、平安時代、成田助高という武将の先祖に、藤原道州があり原太郎と呼ばれたという。原太郎や片跡の否定地は、熊谷市西条と深谷市元郷の2つある。北越軍記によれば、成田助高は、武蔵国主として、はたら軍に住み、はたの大殿と呼ばれた。成田氏や片跡は、 熊谷市場これに否定され、天行元年の築城という。上野村は北埼玉軍と言われるが、時代によって、軍境の変遷があったとする見解が多い。武蔵国史については不明。働軍の豪族は、平安時代末期の武蔵七島の横山島として活躍し、中には鎌倉時代に西国の所領へ移った者も,もいたと考えられる。 31.3、尻村32、玉井村33、奈良村34、長江村35、旗村36、目沼村37、野党村38、男、沼村39、大田村40、名都村41、別府村42、旗村。ありがとうございます。